プレリミナリーファイトクラッシュアンダー60キロファイトです。3分3ラウンド、2017年最後のクラッシュ。相手をにらみつけたまま橋本亮太、冷静な印象があったのは赤コーナー川口拓磨です。さあしかし中央に走り込むようにして川口ローキックから入っています。赤いグローブ、赤いトランクス。さあ入場のこれ落ち着いた印象から中村さん、試合に入ると川口がもうこれ目つきからして変わってきましたね。そうですね、川口選手はこうプレッシャーかけていくスタイルだと思うんで、はいはい、ミドルキック走らせるように蹴り込んでローキックへとつなげる。右の強いのは橋本も同じです。川口はこれデビューから3連勝、その後3連敗でもうこれ中村さん負けられないという状況なんですよね。しかし敗戦はこれ全て判定、以前はあの山本直樹選手に判定勝利したこともあります。ボレーからストレート、川口の攻撃、攻撃力はあるんで ね川口選手もつながりも十分見せています。それに対して橋本亮太はクラッシュ初戦7月でした。で佐藤正和戦はドロー、攻めの姿勢を改めてとハードなトレーニングを積んできたといいます。当て蹴りを見せてくる橋本、右左拳を投げるように川口、いいですね。今もボディ当たってそこから顔にパンチ振ったりとか、川口選手そういう技のチラシっていうのをここまで今見せたので、今の序盤のローキックだったりボディ振ったりしてそこから顔面のパンチつなぎたいですね。あ、今もそうですね、左ボディ、あ、ちょっとこう肘をすぼめるような動きもありました橋本です。中村さんもやるべきことをこれ川口も分かってますね、はい、そうですね、やっぱその攻撃力があるからこそそれに頼らない戦い方というか、はい、ができるとこうもっと上に行ける選手だと思うんで、うん、だから橋本選手もうまくあれですね、こう距離取りながら、はい、さっきの右のストレートも一発狙ってましたし、うん、今みたいな構えちょっと変えたりとかうまくこうな翻弄しようとしてますよね。そうしたこう老快さを感じさせるテクニック、はい、橋本に対して豪快に全身を使って一打一打打ち込むのが赤川口です。右ローは橋本、でも戦績が語っておりまして川口確かに3勝 2KO というのはもうこれ倒せるという側面一つありますよね。あ、一旦大きく距離を外しました。いいぞ、低い弾頭で橋本の攻撃、ここは膝を見せて、あ、右ではなく左で、まあでもタイミングが良かったですね。ありますね、はい、そうした技術、うん、あと右の合わせるパンチも、はい、ちょっと足も、まあ、うまいというか狙ってますね。ありますね橋本、はい、ここも膝、ちょっとトリッキーに入ってきます。さあセコンドアウトの声がかかりました。中盤第2ラウンド、第1ラウンド同様前に前にと赤いグローブの川口、パンチからローキック、前蹴りでスウェーバック、これステップバックして距離を取ってという橋本亮太、青です。さあ中村さん、はい、中盤ですね、これここから先どんな風に睨んでますか。そうですね、やっぱお互いのこうスタイルが多分違うタイプだと思うんで、まあ、そこが1ラウンドは抜けたと思うんですけど、まあ、2ラウンド以降はどうそこを合わせていくかですよね。強い一発、ここも当て込んでいきたいですね、はい、赤川口、そうですね、川口選手は、はい、まあ、こういう展開は川口選手が得意だと思うんで、はいはい、あ、ガードの上からですね小足にかかろうというのが赤川口、それに対してその攻撃の後です。まあでは、はい、橋本選手多分こうある程度やられてもね、ああいった途中の飛び膝だったり、右のパンチとかを狙ってると思うんで、はい、そうですね、相手の攻撃かわしてみて、はい、左ボディはダブル、その後というのが橋本の攻撃です。左ボディ
そして顔面へという打ち分け。あまりこう橋本もダメージを表情に出す方ではありません。ローキック、左から右の下段の蹴りへというのは川口、右を下から思い切り突き上げていきます。あとは中村さん、この攻防からどちらが差をつけるかですよね、はい、どこにその焦点を見出すか。右ロー橋本、左のパンチから右ロー返す川口、ボディへのフック、そしてストレート、左、さらにローキックは振り下ろし、手数では川口、おお、それに対してワン、ツー、スリー、フォーと顔面へのパンチは橋本です。橋本が相手の動きやっぱりよく見てますよね。そうです、あとやっぱり川口選手のこうスタイルというか捉え方を分かった上でね、こういう練習だったり準備をしてきてるんだろうなっていう戦い方ですよね。よく分析して、はい、そこを捉えていくというのが青橋本、前に出て自分から波に乗るというのが赤川口、ここもそうです。しかしガードから左、さらに右と橋本、膝で前進川口、膝といえば返す橋本、右ストレート、もつれたままですが、ここで第2ラウンド終了です。ラウンド3ラストラウンド、プレリミナリーファイトアンダー60キロファイトです。最終第3ラウンド、前に出る赤川口拓磨、前蹴りで距離を取ってその後へという青橋本亮太、先手をというのはやはり川口、しかしこれをなんとかかわしてから自分の流れをその後に作ってくるというのがここまでの橋本です。右ロー川口、ワンツーから左のアッパーへ。そうですね、橋本選手の方が、まあ、多分リーチも長いと思いますし、はい、プラスこう、ね、足使って動くんで単発じゃね、追いかけても届かないと思うんですよね、なのでこうね、細かくジャブついたりとか、あとパンチ振った後に下蹴ったりとか、そういったところまで川口選手はつなげたいですよね。そしてこの左の膝、川口にとっては厄介ですね、はい、さらに橋本はその左のパンチもそうですが、右と両方そうです、ね、この拳を前に突き出してきたりもします、はい、左アッパー、顎を捉えた、さらに右服一つ強振しましたが、これは川口見ている、変わらずに状態よく動かして川口ですが、膝は連打、左右と歩くように橋本が放ってくる。これでボディを捉えるようなことがあれば、さらに中村さん最終盤ですよね。そうですね、橋本のチャンス広がる可能性が高い。ちょっと左、あの膝と左の攻撃でちょっと川口選手、ちょっと前に 出づらくなりましたかね。あ、そうですね、今も出足が少し止まっています。それを橋本はよく分かっているようですね。そうですね、あのここで慌てて、ね、真正面から行くと逆に橋本選手やりやすいですからね。左、何かこうもう強力な突っかけ棒のように相手の突進力も時折ものにしてきます。青いグローブの橋本、狙いは定まりましたが、さあ回転数でという川口、なんとかしたいんですが、そこに膝から右のパンチ、左も届いてくる橋本、左も一発、鼻のあたりに打ち込む、もうその感触はきっちり宿しています。ミドルから膝へという川口、それでも橋本の方も放ってからロックもこれカットしています。それでもその上からと川口、あの川口選手もね、前に出続けて複雑を出してるんで、ね、それの印象がどれだけ強いか。おー、膝、さらに右ストレート、中村さん膝の打点変えてきますね。そうですね、やっぱ左の膝はこうちょうどね、川口選手が真正面から来るんで勝ち合うんですよね。そうですね、そのカウンターのハイキックもある、右の前蹴り、ちょっと腰から この腰から下ですね、力が入らなくなったか。最後は川口、安定に入ります。ジャッジ畑中29対29ドロー。
1人目ドローです。29対29、29対28赤川口、2人目は川口、1ポイント差です。ジャッジ梅木、29対28、赤川口、2対0、川口拓磨、2対0を持ちまして勝者